どうもこんばんは、シオンです。今回もホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。で、今回はですね、最後肉屋やった後にですね、サバイバーリナを遊んでいきたいと思います。じゃあ行きましょうか。まずお相手がマーカス、ジャック、ジャック2人目、3人目。嫌な予感しかしないですね。しかもマップがバンカー、扉が多めで足早い、かなりやばいですね。で、マーカスはワンパン食らわないと、いつものように左側に向かいながらサバイバー探していきましょう。いろんなところでガチャンガチャン聞こえますね。いつものように扉を破壊しつつ、いや、音が聞こえないぞ。右側で少し聞こえましたけど、ジェネレーター爆発中で、1台つけられたんですけど、まあここはいや、アップに投げましょう。出し惜しみはやめます。ここでジェネレーター蹴って左側の爆発見に行きましょう。ここかな。ここポーション使って、まずは蹴りを入れておいて、とこの先でまだしぶとくやってますね。逃げた先でちゃっかりやってるんで、これ救助入る前になんとかしたいですね。一発当ててナイフ投げましょう。で、あとはアイテム温存で通電した後のことを考えましょう。で、2人救助される。これ下行くしかないですよね。あ、どこ、何の空振り。まず1人目を牢屋に帰ってもらい、なんだかんだ言って2台つけられてますね。即戻りましょう。まずい、3人とも救助される。連続で救助されるかと思ったんですけど、なぜかこっち側に走ってきてましたね。いや、そっちじゃないんだ。ジャックにダメージ与えておきたかった。まあ仕方ない。ジャックどこ行った。で、ここ破壊して残り4台に戻し、これ上に逃げたんですかね。なんか緑の足跡がちらっと見えたような。こっちか。痕跡がない。あ、ギリギリで救助入りましたね。で、上に逃げていると、いや、ガチャって聞こえたんで、ジャックはこっちですね。で、まず一発当たって、で、ここら辺でジェネレーター触ってる音がする。どこだ。あれ、ここら辺でジェネレーターってどこだ。これか。
で2人ともいましたね。これは2台ビーム破壊して5台に戻してから倒しましょう。なんか回避されそうな気がしますけど、当たれ。あ、普通に当たりましたね。パッケージもらっときましょう。回収で、サバイバー側も回収と。ではリナ行きます。まずフィルとゲイリーがいきなりいますね。で、お相手に行くや、最後の一人もリナ、二人目ですね。マップは引き続きバンカーになります。開幕新音が近づいてくる、外周から来ないことを祈るのみで。ただサイコ側としても外周から回るのってリスクでかすぎるんですよね。開幕扉破壊できないと追いかけてる間に扉破壊は無理ですからね。まず無事1台完了して、残り4台すぐ近くで鉄の扉を蹴ってる音がする。2台目完了ですね。マップ上側行きますか。どんどん行きましょう。あ、爆発しちゃいましたね。ただそろそろゲイリーかフィールの2人のうちの1台上げてもらいたい。そしてこれで残り1台まで行く。姿バレてるかな。一気に通電まで行きましたね。早すぎる。なんか心音がついてきてるような気がするんですけど、右側で声しますね。鉄の扉蹴ってる。いや、開けちゃいましょう。で、みんな来ましたね。逃げろ。2分切りましたね。ではもう一回行きましょう。お相手が崇拝者に変わって、味方はメアリーとゲイリー、そしてフィールですね。ジェネレーター得意コンビが多いのは嬉しいことではありますけどね。今度はマップ村、扉少なめ。痕跡残らないんで、マップの左上は私がやりましょう。開幕来るかと思ったんですけどね、心音なくなってくれて助かりました。いや、また鳴り始めた。一応小部屋確認でなしと。おっと、ゲイリーがいきなり見つかりましたね。この展開はあまりよろしくない。まあ、牢屋近く待機ということで、この小部屋のジェネレーターやりきっちゃいましょう。ただ爆発したせいでバレましたね、場所。ギリギリというか強引につけ切って、さらに強引に救助行きましょう。ほっとくとあっという間に体力半分も削られちゃいますからね。そっち下行くのまずいんじゃないかな。まあいいや、1台で僕回しましょう。
ですよね。でゲイリー追撃食らって、なんで叫ぶかな、このタイミングで。もう救助絶対無理ですね、この先にサイコいるんで。まあでもあのサイコが左側にいたのに真下に行って回復してるのがいけないんですよ。それは自業自得です。でこれで残り1台ですね。もう1台やられる。ですぐ左の扉蹴ってますね。これ上から来るかな。これ通電させて、救助行って間に合うかどうか微妙な感じです。いやこれ無理っぽいっすね。減り方がエグすぎる。これ到達しても無理です。さすが崇拝者。でメアリーもやられる、ま、これは助けに行きましょう。さてちょっと遠いですけど右側のゲートは開いたぞ。で自力で開けるの失敗の音が聞こえましたね。これ左に行く気？知らんぞ。まあ、左行くんなら付き合いますか。仕方ない。ただ叫んだせいで逃げる方向バレましたね。稼いだけど下向かってったんでこれきついっすね。なるほど、もうアイテムないんで救助チャンスはラスト1回。間に合うかこれ。あー無理。あまずい、私まで死ぬ。扉閉め間に合わず、ワンパン食らわず、なんとか。あぶねー、ワンパン食らってたら終わってた。逃げましょう。まあ、今回は3人死亡しましたね。まあ、ギリギリ脱出といったところですね。はい、今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。